小説家の俳句、俳人としての芥川龍之介と室尾再生、萩原朔太郎。芥川龍之介氏とは生前よく俳句の話をし、時には意見の相違から激論に及んだことさえもある。それに詩には世が俳句観と題するエッセイもあるほどなので、定めし作品が多量にあることだと思い、いつかまとめて読んだ上、俳人芥川龍之介論を書こうと楽しみにしていた。しかるに今度全集を読み、意外にその佳作なのに驚いた。全集に網羅されている俳句は、日記、旅行記などに挿入されているものを合計して、わずかにやっと80句くらいしかない。これではどうにも評論の仕方がない。しかしこの少数の作品を通じて、大体の趣味、傾向、工夫などおよび俳句に対する詩の主観態度がおぼろげながらもわからないことはない。前にも他の小説家の俳句を評するときに言ったことだが、一体に小説家の詩や俳句にはアマチュアとしての自劣探知ズムが濃厚である。彼らは皆その中では真剣になって人生と取り組み合い、全力を出し切って文学と四つ相撲を取っているのに、詩や俳句を作るときはボツに気取った多少行きの風流儀を出し、小手先の遊び芸として綺麗事に戯れているという感じがする。室尾再生氏がいつかある随筆で書いていたが、仕事の終わった後で綺麗に机を片付け、硯に墨をすりながら静かにクソを練る気持ちは何とも言えない楽しみだと。つまりこうした作家たちが詩や俳句を作るのは、飽食の後で一杯の紅茶を飲んだり、あるいは労作の汗を流し、一日の仕事を終わった後で浴衣掛けに着替えて麻雀でもする気持ちなのだ。したがって彼らの俳句には芭蕉や蕪村の専門俳人に見るごとき真の打ち込んだ文学的格闘がなく、作品の根底におけるヒューマニズムの死生心がほとんどない。いわばこれらの人々の俳句は多く皆文人の余儀というだけの価値に過ぎず、単に趣味性の構図としか見られないのである。芥川龍之介は一代の才人であり、近畿諸画のあらゆる文人芸に達した能師であったが、その俳句はやはり多分に漏れず文人芸の上乗のものにしか過ぎなかった。僕は死の晩年の小説、歯車、西方の人、河童などを日本文学中で第一位の高級作品と認めているが、その俳句に至っては彼の他の文学であるアフォリズム、主従の言葉とともに友情の割引をもってしても賛辞できない。むしろこの二つの文学は彼のあらゆる作品的欠点を無知に暴露したものだと思う。すなわち主従の言葉は江戸っ子的不白な皮肉と色に糸で人生を単に基地的に揶揄したもので、パスカルやニーチェのアフォリズムに見るごとき真の打ち込んだ人生熱情や生活体感がどこにもない。主従の言葉はいわば頭脳の基地だけで、しかも基地を誇るために書いた文学で、才人としての彼の描写と欠点等を露骨に出したような文学であったが、同じようにまた彼の俳句も
その末梢神経的の凝り性と趣味性とを文学的自劣探知ズムの外気で露出したようなものであった。その代表的な例として2、3の作品を挙げてみよう。蝶の下、ゼンマイに似る暑さかな。暖かや、しべに蝋塗る作り花。蝋梅や、雪打ち透かす枝の竹。蝶の下の句は、ゼンマイに似ているという目付けどころが山であり、比喩の奇形にして、観察の細かいところに作者の味噌があるのだろうが、結果はそれだけの基地であって、本質的に何の灰味も市場もない、単なる再起だけの作品である。次の二つの句も、やはり同じように、観察の細かさと技巧の凝り性を照らった句で、末梢神経的な先鋭さはあるとしても、ポエジーとしての真実な本質性がなく、やはり、頭脳と才気と工夫だけで造花的に作った句である。彼は芭蕉の俳句中でひらひらと昇る扇や雲の峰を第一等の名作として推奨していたが、条例のごとき自作の句を鑑賞すると、芥川氏の芭蕉感がどのようなものであったかがおよそ想像がつくであろう。つまり彼は芭蕉をその末梢的技巧方面において本質のポエジー以上に買っていたのである。いつか前に他の論文で書いたことだが、芥川龍之介の悲劇は、彼が自ら詩人たることを異例しながら、結局気質的に詩人たりえなかったことの宿命にあった。彼は俳句のほかにいくつかの叙情詩と数十詩の短歌をも作っているが、それらの詩文学のほとんど全部が条例の俳句と同じく造花的の美術品で、真の詩がエスプリすべき生活的情感の生々しい熱意を書いている。つまり言えば、彼の詩文学は生活がなくて趣味だけがあり、感情がなくて才気だけがあり、ポエジーがなくて知性だけがあるような文学なのだ。そしてかかる文学的性格者は、本質的に詩人たることが不可能である。詩人的性格とは常に燃焼するところのものであり、高度の文化的教養の中にあっても、本質には自然人的な野生や素朴を持つものなのに、芥川氏の性格中にはその燃焼性や素朴性がほとんど全くなかったからだ。そこで彼が自ら詩人と称したことは、知性人のインテリジェンスにおいてのみ詩人の高慢な幻影を見たからだった。それは必ずしも彼の錯覚ではなかった。だがそれにもかかわらず、彼の宿命的な悲劇であった。室老宰生氏は、性格的にも芥川氏の対象に立つ文学者である。彼は知性の人でなくして感性の人であり、江戸っ子的神経の都会人でなくして、そやにたくましい精神を持った自然人であり、不断に燃焼するパッションによって主観の強い意志に生きている行動人である。そこで室老宰生氏は、生まれながらに天秤の詩人として出発した。しかし後に小説家となり、その方の創作に専念するようになってからは、彼のポエジーの主生命がことごとく皆散文の形式の中に盛り込まれて、次第に詩文学から遠ざかるようになってしまった。
彼は今でも時になお思い出したように詩を書いている。しかし彼が自ら言う通り、今の彼が詩を書く気持ちは昔のように張り切ったものではなくって、飽食の後に一杯の紅茶をすすり、労作の後に机を清めて、心の余裕を楽しむ漢文学の風雅に過ぎない。そしてこの詩作の態度は、彼の他の詩文学であるところの俳句の場合においても同様である。すなわち他の多くの小説家の例に等しく、彼の俳句もまた文人の余技である。しかしながら彼の場合は芥川氏などの場合と違って、余技が単なる余技に止まらず、余技そのものの中に彼の作物を役女とさせ、生きた詩人の肉体を感じさせるものがある。すべて人はその第一義的な仕事において思想と情熱の全威力を傾注し、第二義的な仕事すなわち余技においては、単に趣味性のみを抽象的に有利して享楽する。無老子の場合もまたこれと同じく、彼の句作の態度には趣味性の有利した享楽自劣単地ズムが多分にある。だがそれにもかかわらず、彼はその趣味性の享楽を生活化し、自劣単地ズムを肉体化することによって、不思議な個性的芸術を創造するところの日本茶道精神の奥義を知っている。例えば彼が陶器骨董を愛玩するとき、その趣味性の道楽が直ちに彼の文学となり、陶器骨董の触覚や嗅覚がそれ自ら彼の生きた肉体感覚となるのである。そして彼が石を集め、苔を植えて庭を作り楽しむとき、しばしばその自己流の道楽芸が専門の庭園師を探索させるほど真にユニークな芸術創作となるのである。そこで彼の俳句を見よう。タコの影、夕方かけて読書かな。夕立や雷走る隣国、靴掛けや空き火に伸びる馬の顔、鯛の骨畳に拾うよさむかな。秋深き時計刻めり草の庵、石垣に冬すみれ匂い別れけり。彼の俳句の風貌は彼の人物と同じく粗豪で、田舎の手織木綿のように極めて手触りが荒くゴツゴツしている。彼の句には芭蕉のような幽玄な哲学や寂しおりもなく、武尊のような絵画的印象のリリシズムもなく、もちろんまた奇格乱説のような伊達や洒落っ気もない。しかしそれでいて、何かある頑丈なたくましい姿勢の陰に、かすかな虫声に似た優しいセンチメントを感じさせる。そしてそやでたくましいポーズと、そのポーズの背後に潜んでいる優しくいじらしいセンチメントとは、彼のあらゆる小説と詩文学とに本質しているものなのである。俳人としての無老再生は、要するに素人庭園師としての無老再生に他ならない。そしてこのアマチュアの道楽芸が、それ自らまた彼の人物的風貌の表象であり、合わせて文学的エスプリの本質なのだ。故にこれを結論すれば、彼の俳句は
その贈呈術や生活様式と同じく自列担当の風流であって、しかも人生そのものの実体的表現なのだ。彼がかつて風流論を書き、風流生活、風流即芸術の作動精神を衝動したゆえんもここにあるし、不作を余儀と認めながら、しかも余儀にあらずと主張する二律反則の自己矛盾も、これによって疑問なしに了解できる。